アフタースクールの7主演作を日本初放送。正義感が強いがために失業してばかりの崖っぷち女子が区議会議員に立候補。左遷された公務員とともに疑惑だらけの議会に真っ向勝負する。悪徳政治家を征伐するポリティカルラブコメディ。恋の始まりは出馬から、すべき就職はしないで水死の票。12月3日スタート。